売8見どころ大紹介抽選者ルーイエーイ。皆さんこんばんは。こんばんは。こちらをご覧ください。AKB48 チームエイト、キスバイエイト、エースアニバーサリースペシャルパフォーマンスの公演までいよいよあと1ヶ月を切りました。よいしょ、もうちょっとだ。キスバイエイトはチームエイト単独舞台としては第5弾、まさに結成8周年記念の大イベントです。イエーイ、イエーイ、すごい。ということで今夜は特別生配信でキスバイエイトの見どころをたっぷりと大紹介していきたいと思います。イエーイ。今なぎちゃんが持っているのがキスバイエイトのキービジュアルです。かわいい。皆さんいかがですか。かわいすぎる。おー、かわいすぎる。ではせっかくなのでキービジュアルと同じポーズで生配信メンバーの自己紹介です。まずは私から。本日 MC の山田京香です。最高、かわいい。京香タム、お願いします。お、どれだ。京香ちゃんどこにいんのこれ。あ、そこ。あ、違う、間違えた。間違えた、どうしよう。え、どこ。ハマちゃんの。あれ、え、どこ。ハマちゃんの。あ、いた。これじゃ同じポーズお願いします。はい。あ、かわいい。おー、かわいいね。イエイ。じゃ続いて、なぎちゃんお願いします。私は坂口なぎさです。よろしくお願いします。すごい。エリナちゃん、はい。あ、あれ、あ、隣。小田エリナです。よろしくお願いします。はい、本日はこの3人で生配信をお届け。この後 VTR で他の8メンバーもたくさん出てきますので、皆さんお楽しみにしてくださいね。イエーイ。さて、エイトちゃんたちはただいま絶賛キスバイエイトの稽古中。毎日入れ替わりで一日中頑張っています。頑張ってます、ね。そこで本日は特別に先日行われたキスバイエイトの顔合わせと本読みの様子を大紹介。メンバーの真剣な様子を皆さんにご覧いただきます。おっ。ここにリアクションって書いてあったから。ごめん、見逃した。そう、ごめんなさい。それではなぎちゃん、VTR 振りお願いします。はい、まずはこちらから VTR スタート。かわいい、かわいい。お、すごい。もう思う通り一回読んでくれればいいんだ。緊張するね。なんかこう遮蔽されてるんで、ちょっと声出してくる。もうロミオ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの。モンタギュー家という縁をモンタギュー家という縁を切り、ロミオという名を捨てになって、そうすれば私もジュリエットの名を捨てます。もっと聞いてみようか。今誰か話しかけようか。私の敵と言ってもそれはあなたの名前だけよ。モンタギューの名を捨ててもあなたはあなた。モンタギューって何よ。手でも足でもない、腕でも顔でもない。だから別のお名前に。こんなん絶対欲しいやつじゃん。ねえ、私が欲しいよ。誰が欲しいですか。僕ですよね。いやいや、僕に決まってるよね。うわー、迷う。どっちだろう。にゃ、にゃお。にゃお。ハマちゃん、ハマの子。にゃお。言えろ。おもろ。まさくん入ってくる。エムちゃん、どこにいたの。ダメだよ、どうかしら。大丈夫ですか。うん。おい、お前どういう了見だ。あ、もう出た、このりんちゃん。私と張り合うじゃん。大好き。なんかめっちゃ面白かったよ。こういう役よくあるね、なんか女王様みたいな役ね。みんなが働くんですよね。そうだよ。おしゃれして恋ができるのも女王様ただ一人なんですよね。ヌル様やんってきてる。ヌル様かと思った。この手は警備室だよ。勝手に劇場とか入っちゃダメだよ。はいよ。
やっちゃん、ぼーっとしてるから分かってると思うけど、お顔持ちは絶対揺らさないこと。揺らしたら箱の中でラーメンがこんなことになっちゃうんだからね。はいよ。いいね。また変な妄想してんじゃないの。お届けはどこですか。銀河劇場っす。そこのチームメイト。ポンコツで迷惑ばかりだった出前のやつ子を愛してくださった運営の方々、メンバー、何よりもファンの皆様に感謝いたします。2年間ありがとうございました。またこのキャラあるんやって、ね、すごい、やっちゃん、察してるね、やっちゃん、絶対忘れへん、やっちゃん、よく頑張ったね、やっちゃん。では、最後に聞いてください。ラスト、いくぞ。おすごい、こんなセリフいっぱい大丈夫って来てね、ネタバレ、ね、めっちゃネタバレになってるね、顔合わせ、私顔合わせ参加できなかったんですけど、いなかったね、そう、2人は参加してたよね。え、京香ちゃんってさ、初舞台だよね。はい、めちゃ緊張した。めちゃくちゃ緊張しました。なんか隣がレイちゃんで、うん、レイちゃんも初舞台で、うん、お互いに緊張するねって話してました。かわいい、ね、どうだった、あの読み合わせの時の京香ちゃん。でも、うん、どうだろう、ちゃんとキャラになりきって言ってた、すごいすごい、なんか京香ちゃんがさ演技してるっていうイメージが湧かなくて。わかるわかる。そう、でもなんか今日あやねちゃんがね、うん、京香ちゃんめっちゃ面白いよって言ってた、うん、そうだからすごい楽しみ、ね、頑張ります。頑張ってね。すごい。2人は初芝居のこと覚えてます。初芝居がいつ、なぎちゃんいつだろう。初芝居は、うん、ゲストじゃなくてちゃんと出たのは多分 B スクールが初舞台だから18とか3年ぐらい前。あ、3年ぐらい前かな。テントウムシの役、そう、テントウムシ、うん、でもすごいぶりっ子キャラだったからやりやすかったかも、うん、初めてで。なるほど、かわいかった。あれ、は私はマジスカ学園っていうヤンキーの役だったんだけど、マジムリではなくマジスカ、そう、マジスカ学園に出てたの。あ、そうなんだ。舞台、そう、でめっちゃね、8メンバーが一人もいなくて AKB の中に一人だったから、しかもアンサンブルみたいな、ね、AKB じゃない俳優さんめっちゃ多くて、うん、初めての舞台で それですごい、めっちゃもう毎日緊張して、確かにそうだね、すごかった。だからね、そう、なんかすごい初舞台頑張ってほしいなって思う今日、うんうん、頑張ります。ありがとうございます。頑張ろうね。はい、じゃあということで、はい、そうですね、そんなキスバイ8はさまざまなキスをテーマにした物語で構成されるオムニバスストーリーが展開されます。おイエイ、オムニバス。4年前に行ったチームエイトの舞台キスキスキスをご覧になった方はご存知でしょう。物語の合間にも楽曲披露があったりと、あったり、最後にライブパートがあったりと盛りだくさんの内容となっています。お、今回はペンライトの持ち込みも OK、はい、え、本編でもライブパートでもペンライトでエイトちゃんたちをたくさん応援してください。いいんだ、楽しい、すごい、皆さんよろしく。ということで、ここではキスバイ8のオムニバスストーリーを一挙大公開。ストーリー内容はもちろん、そのお話に登場するメンバーの見どころ紹介 VTR もありますので、合わせてご覧いただきましょう、うん、それではなぎちゃんからお願いします。はい、まずはこちら、じゃーん、お、七夕っていうお話で、うん、徳永レミちゃん、長野セリカちゃん、私、山田京香ちゃん、服部優奈ちゃん、高橋さやかちゃんで、この星とハートはですね、日替わりゲストとは違って日替わりで変わるっていう意味で、あの星チームとハートチームっていう風になってます、うん、星チームはハッツで、ハートチームがカレンちゃんで、アンド日替わりゲストということで、これはですね、私と京香ちゃんがね出演するお話なんですけど、はい、年に1回あの七夕の日にしか会えない彦星と織姫がなんとアミューズメントパークでデートするっていう、なんか今時な奇想天外な話で、はい、あの私と京香ちゃんは織姫と彦星のお月の役なんですけど、妖精なんですよ、これが。2人とも妖精なの、そう、人間じゃないんだよね、かわいい。そ
そう、ウッシーとウッサーっていう牛の妖精とウサギの妖精っていう役で登場するので、ちょっとそこを見てくださったらなって感じです。え、牛の妖精とウサギの妖精。そう、え、エリさ、お牛座でさ、牛年なんだけどさ、え、牛の妖精あ、ちょっと嬉しい、よろしくお願いします。はい、ね、そうだ、京香ちゃん的見どころとかある、これ頼む。そうですね、この見どころは、ゆうなちゃんとセアリンの掛け合いがすごい面白くて、うん、私的な見どころですかね。なるほどね、はい、いいね。なんか七夕の話だから、うん、か浴衣姿のメンバーに見えるのかなみたいにしたけど、どうなんだろうね。なんか衣装の話が全然ね、うん、確かになくて、うん、確かに。でも牛の妖精とウサギの妖精だからさ、あ、ワンちゃん、ワンちゃんどうなるかな、これとかこれかな、キョガちゃんこれかね、まあ舞台だから頑張ろうね、うん、じゃあ続いては、エリナちゃんお願いします。はい、はい、続いてはこちら、じゃーん、あ、ありがとう、カップルです。はい、出演は出演はおだえりなと高橋あやねです。2人だけなんです、これ。少なめ2人芝居、そう、少ない、うん、多分一番少ないのかな、だね、お話の中で、うん、そう、これは私とあやねちゃんが出演するカップルというお話で、ストリートミュージシャンの女の子と、うん、それを献身的に支える女の子との恋模様です。うん、はい、なんと女の子同士の恋模様の話なのかな、これは。見どころは、うん、見どころは、うん、なんだろう、このお話だけ、うん、なんか異質、他のお話と比べて、あ、確かに現実感、そう、現実感あって、なんかちょっとドラマ、なんか舞台のお話っていうよりかはなんかドラマみたいな話で、そう、なんかすごいね、まあすごいいい話なので、最後が切ないよ ね、そう、なんか切ないし、うん、なんかね、そう、めっちゃいいんです、だからね、めっちゃいい、そう、めっちゃいい、そう、だからね、すごい、そう、ストリートミュージシャンの女の子とそれを献身的に支える女の子ということでね、ストリートミュージシャンってことは誰が、何かストリートミュージシャンみたいなのがあるのかなみたいな感じでぜひ皆さん楽しみにしてくださったら嬉しいなと思います。はい、じゃあ続いていきます。はい、続いてはこちら、じゃーん、あー、間違えたはいはい、じゃーん、こちらもあのあやねちゃんと、そして私が出演する古文入門 F クラスということで、これはですね、出演が仰天ゆいなちゃん、藤園れいちゃん、私、山田京香ちゃんとなっています。あ、間違えたわ、間違えました、はい。そうですね、これはあの私と京香ちゃんがいるっていう意味ですね。古文入門 F クラス、うん、予備校の古文の授業で巻き起こるコメディータッチの物語なんですけど、うん、仰天がね、なんかあのなんだっけ、エロ先生じゃなくて、なんだっけ、前回さ、あ、ハレンチ先生、うんうん、そう、なんかハレンチ先生っぽいなんか先生だったよね。うん、そうそう、やってる時にそんな感じで、仰天がすごく熱意を持った先生って感じの演技をしてて、めちゃくちゃ面白い話になってます。え、また2人この同じ話出るんだね。そう、なんか私と京香ちゃんね、確かに、え、なんか説通りなのか、説通りって言い方おもろなんかいつも一緒に出てくんだよね。あ、そうなんだ。そう、セットペアみたいな、相棒的な感じ。そう、なんかそういうのが多いよね。楽しみ、説通りなんですね。説通りです楽しみです、はい。じゃあ私的な見どころはですね、うん、これは、さあ、でも凪ちゃんがすごい面白くて、うん、私なんか普段の凪ちゃんとはちょっと違うような役で、確かになんかこの先生と凪ちゃんのこの、なんだろう、こう感じがすごい面白い、ちょっとね、バトルっぽい感じになるかもしれない。面白そう。私の役的にはちょっと
なんだろうな、真面目じゃない役なんですけど、うん、いつもあの真面目な役が私多かったんですけど、今回は真面目じゃなくて、ちょっと先生と喧嘩しちゃうんじゃないかっていうドキドキ感があるかもしれないです。楽しみ。はい、ひろかちゃん。私は逆にすごく真面目な役で、うんうん、もう何に対してもこう、うん、冷静に真面目にみたいな役ですね。ね、真面目だけど突っ込むところがあるから面白いっていう、すごい、そんな舞台です。そうなんだ。うんうんうん。楽しみだ。ね、うん、はい。じゃあ続いて、私かな。あ、はい、そうね。はい。エリナちゃんお願いします。はい。じゃあ次はじゃん、毒娘というお話です。出演はちょっと待ってくださいね。出演は小田恵里奈、浜さゆな、高橋彩音の3人です。おそう、毒娘はあのちょっと名前はちょっとどんなって思うんですけど、うん、恋バナで盛り上がる女子高生たちの物語となっています。はい、そう、これもまたちょっと3人しか出なくて少人数なんですけど、ね、また彩音ちゃんがいる。そう、またね、うん、私同じなんですけど彩音ちゃんと、ね、これは、うん、そう、すごい恋バナで盛り上がる JK、うん、で、うん、どんな話かな。なんか彩音ちゃんがすごい面白い。そう、なんか、そう、でもね、まだ一回読み合わせしただけなんですよ、これはまだ。だからこの先どんな動きがついて、どんな感じになっていくのかすごい楽しみ。これから作っていくので、あ、そう、ぜひ皆さん毒娘の方も楽しみにしていてください。お願いします、うん、そしてここでですね、ヨウテンとレイちゃんから稽古終わりの見どころメッセージがありますので、うん、ご覧ください。どうぞ。はい、AKB48 チームメイト香川県代表のヨウテンユリナと、はい、AKB48 チームメイト鹿児島県代表の藤園レイです。はい、というわけで私たちが今回、やらせていただいているのは古文、予備校の古文教師のお話なんですけども、うん、はい、その私は先生役をさせてもらってます。はい、私は生徒役です。いや、さ、もう一回、本当にさっき稽古終わったんですけど、うん、いや、でもどうですか。でもなんか生徒役なんですけど、うん、自分の性格とかとは違う感じの性格なので、うん、役柄がなので、すごいその役柄の性格を読み取ったりしたりとか、読み方とかも難しいなってすごい感じました。今回初めて初演技ですね。はい、緊張、でもすごい頑張ってたから、稽古の時とか、いや、でも私も結構今回は先生役ってことで、はい、まあ、古文の先生で、なんかあの前も先生役させてもらったことがあるんですけど、結構こうなんていうの、熱血というか、熱血なところもあり、いや、結構スパッてしてるところもあり、すごいくすって多分笑えるところもきっとあると思うんですけど、あの、やっぱちょっとその言葉の重さとかを伝えられるように頑張ってお稽古して、うん、まだまだね、あれなんですけども、はい、本番までには皆さんの心が動くような素敵なお話にできたらいいなと思って、これからも頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。おー、楽しみですね。うん、お、ひょうかちゃん、すごい、うん、2人の VTR で視聴者数1万人突破しました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、じゃあ次はなぎちゃん、ね、そうですね、うん、じゃあ次いきます。続いてはこちらです。お、じゃん、アンドロイド彼氏。お、出演は服部優奈ちゃん、高橋さやかちゃん、吉川七瀬ちゃん、そして私で、星チームがですね、徳永レミちゃんで、徳永レミちゃんと宇多田ハツカちゃんで、ハートチームが吉田カレンちゃんと橋本春奈ちゃんになっています。いっぱい、はい、こちらは私が出演するアンドロイド彼氏なんですけど、うん、ダメな男ばかり好きになってしまう女の子と、女性たちに捨てられたアンドロイドの運命的な出会いを描いた物語となっています。なんじゃそりゃ。なんかね、あの、人間じゃないアンドロイド彼氏、うん、もうこれもなんか現代っぽい感じがするんですけど、うん、私はなんとアンドロイド彼氏をやります。これアンドロイド彼氏の手役？
そう。え、そうなの？アンドロイド彼氏が3体ぐらい出てくるんだけど、その中の一人っていう。え、すごい。役ですね。じゃあ男役ってこと？うん。あ、そうそうそう。え、そうなの？男の子役なの。すごい、想像つかない。そうそうそう。でもなんか読み合わせの時にそのアンドロイド彼氏をする時に結構みんな声をね低くしたりとかして喋ってて、男の子っぽく喋ってたので、なんか私もできるかなってめっちゃ不安ですね、正直。でも頑張ります。頑張って。はい、頑張ります。めっちゃみんな驚いてる。マジちゃん男役、男の子役です。どんな性格の。私の性格はなんだろうな、ちょっと過去に傷を負ってる系アンドロイド彼氏です。いい。はい。いい。そう、それの恋模様みたいなね。そんな感じですね。楽しみ。はい、ロマンチックです。じゃあここで春菜ちゃんとね、カレンちゃんから見どころメッセージもありますので、どうぞ。チームメイト福岡県代表の吉田カレンです。すごい、めっちゃ汗かいてる。富山県代表の下本春菜です。はい、ということで私たちはアンドロイド彼氏を演じさせていただきます。はい、今日ちょっと稽古をやったんですけども、私はそうですね、アンドロイドロボット役も男性役も初めてなので、なんか新鮮ですけど、すごい自分に合ってるなって自分自身で思ったので、本当に面白い。今日も笑いがすごい起こってて楽しくやれそうだなって思います。もっともっと磨いていけたらなと思います。はい、はい、私はなんだろう、これまでなかなか目にしたことのない役柄なので、珍しい役柄なので、なんかどう演じたらいいのかっていうのがまだちょっとまだわからないので、これからどんどんいろいろ探りを入れて、もっともっとこうアンドロイド彼氏っぽくなれるように頑張りたいと思います。私は実は4年ぶりの舞台なので緊張してるんですけど、みんなに支えられながら頑張りたいと思うので、ぜひ見に来てください。バイバイ。すごい、2人ともアンドロイド彼氏役になった。そう、彼氏3人、ね、なんかカルピョンがめちゃくちゃ意外な役で、ちょっと言わない方が楽しみかもしれないので、ちょっとね、ハルピョン注目してみてください。めっちゃ面白い。はい、でもなんかめっちゃ稽古楽しそうじゃない？なんかみんな楽しい。え、楽しい。お代理がね、まだだから、そう一回もお代理と一緒になったことないんだね。確かにない。私、あやねちゃんとしか一緒になってないからそう、だから見たことない稽古場でお代理を。そう私も今日初めて行って、あやねちゃんしかいなかったからあれって、ね、あれれれってなったけど、本番まで多分合わない、ね、え、確かに同じ話まだ今のところだって出ないもんね。かぶってない。ね、確かに。じゃあ次本番、今日終わったら本番かもね。じゃあ次、はい、いきます。お願いします。じゃあこれは、はい、では、じゃあ次の話はじゃん、ロミオとジュリエットです。はい、で出演メンバーはハートチームが大西桃香ちゃんと左と真彩香ちゃんで、星チームが下尾美宇ちゃんと倉野成美ちゃんで、あとは徳永レミちゃん、仰天ゆりなちゃん、高橋さやかちゃんとお手伝いメンバーが出演します。はい、まあ、ということで、これはですね、ロミオとジュリエット、人々がマスクをして一定の距離を保たねばならない世界で出会ってしまった現代のロミオとジュリエットという感じでして、星チームのロミオとジュリエットを演じる下尾美宇ちゃんと倉野成美ちゃん、そしてロミオの友達役の高橋さやかちゃんと徳永レミちゃんから見どころメッセージが届いています。続けてどうぞ。はい、AKB48 の倉野成美です。黒いね、です。黒い。今回スパイ8の中にですね、ロミオとジュリエットがあるということでですね、なんとそのロミオ役が、はい、下見やります。マジか。そして私がジュリエット役をやらさせていただくことになりました。ナルタオじゃん。ね、本当だ。普段の私たちを見てる人たちは、逆だろうって、いや、逆だろうというか、こう、この二人でどうなるんだろうっていうのが多分、
ね、みんな思うと思うし、うん、私たちも最初配役を見た時に驚いたよね、はい、やっぱこう普段から仲いいので、はい、私たちなりのロミオとジュリエットをこう演じられたらなと思いますし、うんうん、結構見てる感じも、うん、なんか今後が楽しみだなって感じでワクワクしてます、うん、あのハートでは私たちがやらさせていただきますけれども、うん、星ではまた別のメンバーがね、別のメンバーのロミジュリが見れるということで、うん、全くこう変わってくるんじゃないかな、同じお話でもこう違う感じになるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひそちらも楽しみに。はい、ロミジュリの魔球少役長野県代表高橋彩香と弁王竜役の鳥取県代表徳永りみです。はい、弁法寮はどんなとこが難しいですか？そうですね、私自身初めての男性役をするんですけど、なんか 声の出し方とかがちょっとなんか女性役とは違って難しいなと思います。確かに動きもね、ちょっと男っぽくしなきゃいけないもんね。そうですね、私はなんかこうちょっとこう、ま、ロミジュリの2人とは違ってちょっとコメディーなねところもあったりするので、なんかそういうところでなんだろう、その対比とかもよく見せれたらなと思うし、あと結局仲がいいね。そうですよね、だから役を通じてレミちゃんとの距離もこう、ね、そうですね、縮まっていけたらと思っております。じゃあ僕も一緒に頑張っていきましょう。頑張ります。イエーイ。イエーイ。すごい、ロミジュリやるんですね。稽古してるとこ見たことない、ロミジュリー。確かにね、はい、どんな感じなんだろう、全然わかんない。全然どんな感じかね、わかんない、わかんない。なんか楽しみですね。楽しみですね、はい、噂では学ランとか着てる。すごい、では学ランとか着てる。嘘、あ、現代だから。そうだね、そっかそっか、マスクして現代の。すごい、楽しみ。どんなロミジュリーになるのかめっちゃ楽しみだ。確かにね、じゃあ皆さんも楽しみにしていてください、はい、ましょう。では、はい、じゃあ次いきます。次はこちら、メス猫というタイトルで、出演は長野せりかちゃん、そして吉川七瀬ちゃん、浜さゆなちゃんで、ハートチームがゆい、あ、間違えた、星チームが小栗ゆいちゃん、なんかゆいゆいって書いちゃったんですけどハートチームはまだちょっとね役が決まってないということで未定となっています。おこのお話はですね、うん、あ、その前に、あ、このお話は、うん、ハイスペックな彼氏の飼い猫と猫嫌いな彼女の縄張り争いが繰り広げられるメス猫という内容なんですけど、うん、セリカちゃんとナナちゃんから、そしてメス猫役の浜瀬奈ちゃんからの見どころメッセージもありますのでご覧ください。どうぞ。吉川七瀬です。長野セリカです。浜瀬奈です。はい、ということで3人のシーンが終わりました。ということで何ですか？私はまさくんっていう、あの彼氏役、ハイスペックな彼氏役なんですけど、うん、なんかちょっとまだどういうハイスペックさを出していこうかなっていうのがなんか決まってなくて、一個間違えたらなんかすごいキモい彼氏を出してそうだから、ちょっといい感じに絶妙にハイスペックなところを出せていけたらいいなと思います、うんうんうん。はい、セリカは？私はあのまさくんの彼女役のあかねちゃんという子なんですけど、初めての彼氏に興奮してたのに、あのライバルの猫ちゃんが現れ、うん、もうそこの縄張りを争うところが見どころだと思うので、うん、猫ちゃんとの戦いを見てほしいなと思います、はい、私は飼ってる猫なんですけど猫役なんだ。そうですね、いやでもまだちょっとこういうの、その猫をやったことがないから、うん、どんな感じとかどんな仕草とかっていうのはまだまだこれからだなとは思うんですけど、うん、どんな感じになるのか皆さんお楽しみにしててください。楽しみに、バイバーイ、バイバーイ。うん、楽しみ。だからあの読み合わせの時になんか浜ちゃんにゃーにゃー言ってたね、うんうん、だんだん人間の言葉になっていくっていうね、うん、それがめっちゃ面白いかなと思います、うん、楽しみ。はい、うん、じゃあ次、次がエリナちゃんお願いします。はい、はい、ではこちら出前となります。はい、これ出演メンバーはハートチームが浜さゆなちゃん、藤園レイちゃん、星チームが藤園レイちゃん、浜さゆなちゃん、うん、はい、土行店と、あと他のメンバーになります。これは
言っちゃっていいんですか、うん、これは役2人ともどハートチームも星チームも出るんですけど、うん、配役が逆で出るんです、そうらしい、すごい。だから同じ話でも2人は2つの役を覚えて回によって違う役をするみたい。じゃあ全部セリフ覚えてるってことだよね。多分そうだよね。すごくない？めっちゃ大変じゃん。めっちゃ大変だよね。すごい。てかびっくり、ね、すごいよね。で、こちらはですね、前回キスキスキスから再演となる出前というお話で、岡持ちでラーメンの出前をする元気なバイト女子がチームエイトの元に出前を届ける物語となっています、ハートパターン、ハードチームでは岡持ちの女の子を浜ちゃんが演じますが、星チームでは藤園玲ちゃんが担当します。2人の違うバイト女子にもご注目くださいということです。すごい、だからどっちも見てほしい、ハートチームの時も星チームの時も。そっか、玲ちゃんがどんな感じになるか ね楽しみ、めっちゃ楽しみです。すごい、コメント欄でもすごいってめっちゃ来てた、どっちもぜひ皆さん見に来てくださいね、お願いします。ではじゃあ続いてもう一つのお話いきたいと思います。お願いします。じゃーん、タイトルは蜂の巣ダンスです、出演メンバーはですね、ハートチームが岡部凛ちゃん、左とも彩香ちゃん、宇多田はつかちゃん、推しチームが清水まりあちゃん、吉田かれんちゃん、橋本春奈ちゃん、そして他のメンバーでーす、はい、ということで蜂の巣ダンス、いっぱいいるね、ね、いっぱいチームメイトの曲名がタイトルになってるということでね、こちらは女王蜂と新人の働き蜂の下克上を描いた蜂の巣ダンスというお話で、女王蜂役には岡部凛ちゃんと清水まりあちゃん、新人の働き蜂 P ちゃんは左とも彩香ちゃんと吉田かれんちゃんです。ハートチームと星チーム、ぜひ両方ご覧いただきたいです、お願いします。いやすごい、凛ちゃんがヌル様みたいなやつか、女王蜂みたいな、楽しみですね。ぜひ楽しみですね。これ私と京香ちゃんで出るよね。そうなの？出るんですよ。え？他メンバーに含まれてるんです。ちなみに私も。え？そうなの？うん。知らんかった。え？知ってた？知ってました。嘘？あ、知ってた？はい。で私も出るらしいよ。知らなかった。私も今日知った。あ、じゃあ一緒になるじゃん。そう、確かに。あ、一緒になる。一緒になるじゃん。一緒になる。じゃあこれで、そっか、じゃあみんな勢ぞろい、今日のメンツが。そうだね。じゃあ皆さんこのお話楽しみにしていてくださいね、よろしくお願いします。はい、はい、以上9つのシチュエーションで繰り広げられるドラマをコメディを織り交ぜながら、時にシリアスに時にシュールにチームメイトメンバーたちが演じます。果たしてそれぞれの物語でどんなキスが描かれ、どんな結末を迎えるんでしょうか。講演会ごとに主人公が変わる構成にも注目です。皆さん、私たちの活躍をぜひお楽しみに。お願いします。お願いします。はい。さて、今回の舞台キスバイエイトではもっと皆さんに楽しんでもらうため、チームメイトならではの特典もたっぷりご用意しています。はい。もう本当に皆さんに見ていただきたいということで、ここで得点の数々をおさらいしましょう。まずはなぎちゃん、ぶちかましてください。はい、得点その1はじゃーん、土日限定アニバーサリーライブということで、ライブパートにてチーム8メンバーがこれでもかと登場するスペシャルライブを実施します。9年目の私たちのパフォーマンスをぜひご覧ください。イエイ、来てね。続いてエリナちゃん、お願いします。はい、特典その2は全公演開催写真撮影会ということで、チーム8恒例毎公演終演後に写真撮影会を行いたいと思います。各公演の出演メンバー全員がステージ上でポージングをします。ご自身のお座席から制限時間内はご自由に撮影いただけますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。続いてなぎちゃん。はい、特典その3、平日限定投げキッスキャッチ。お、タイトルにちなんでメンバーから投げキッスをなんとプレゼントです。終演後ステージ上のメンバーがキスマークの小道具を使って当選者に向かって投げキッスをします。メンバーからの投げキッスをぜひ
全身で受け止めてください。やべー、まだまだあります。えりなちゃん、はい、得点その4、平日限定サイン入りパンフレットプレゼント、うん、はい、メンバーの直筆サイン入りパンフレットを毎公演10名様に抽選でプレゼントしちゃいます。お願いします。はい、さらにこんなこともなぎちゃん、はい、得点その5、全公演開催、全公演開催、日替わりメンバーによる前説&前座、うん、チーム8恒例、全公演のその日の日替わりお手伝いメンバー2名による前説&前座パフォーマンスを、実施、本編が始まる前にステージを温めますので、うん、ぜひお早めにご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてそして、現在、あ、待ってください、特典その6もあります。じゃーん、平日限定来場記念オリジナルブロマイドということで、平日公演のお客様全員にオリジナルブロマイドをお一人様1枚ランダムでプレゼントします。すごい、すごくない、すごい、全員、ね、全員に1枚プレゼント、すごい、めちゃくちゃいいじゃん、ね、はい、デザインはですね、ここでしか見られないビジュアルとなりますので、うん、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、お願いします。そして、現在一般発売中のチケットですが、平日はまだまだ余裕がございます、うん、ということで平日限定の特典をさらに考えました。うん、ここはビシッと私がご紹介しましょう。お、追加特典、平日公演限定日替わり3名によるお見送り会。おお、お見送り、日替わりゲストを加えたメンバー合計3名によるお見送り会の実施が決定しました。うん、その公演ならではのトリオによるお見送りをお楽しみください。気になるメンバーはこちら、5月13日金曜日18時はゲスト倉野なるみちゃんと岡部凛ちゃん、小田えりなちゃん、うん、はい、えりなちゃん、どんなお見送り会にしますか？はい、5月13日はですね、私のお母さんの誕生日なので、生まれてきたことに感謝して感謝の気持ちを込めてお見送りをしたいと思います。よろしくお願いします。すごい。続いて、5月16日月曜日13時はゲスト小栗ゆいちゃんと坂口渚ちゃん、吉川七瀬ちゃん、なぎちゃん、どんなお見送りにしますか？はい、そうですね、皆さんとちゃんと目を合わせてお見送りします。お、うん、この他にも平日限定でお見送り会をやっちゃいます。はい、メンバーの詳細はホームページをご覧ください。うん、はい、はい、こんな特典もたっぷり楽しめるチームエイト結成8周年記念公演キスバイエイト、チケットは一般発売が4月18日月曜日12時まで受付中です。うん、気になる方は左上のバナーをクリックしてください。左上合ってるかな、どこだ、こっち、よろしくお願いします。お願いします。皆様のご来場心よりお待ちしています。お待ちしてます。お願いします。それじゃあここで特別企画です。お、先ほど発表した特典その3、投げキッスキャッチを今この場で一足早くやってしまいましょう。じゃあそれではなぎちゃんお願いします。あ、お、いいですね、かわいい。いや、もうスクショしまくってください。皆さん拡散してくださいよ。拡散してください。かわいい、いいですね。長い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 。お、立っちゃう？あ、立つんですか？お、お、あ、大丈夫？あ、いけるかな？お、イエーイ。あ、すごい。かわいい。かわいい。いいですね。いい。これが平日限定で生で見れるかもしれないんですよ。やっぱ生で見れるのが一番だからね。そうだよ。ぜひ平日待ちますよ、皆さん。ね、はい。はい。次、えりなちゃん。
すごいしんみり。エリナちゃん。なんかしていくしてください。はい、ハートとか。ハート。ハート。あ、かわいい。かわいい。皆さん復唱どんどんしてください。お願いします。チューどんどん。なんかあります？ポーズどうしたらいい？顔隠して待っててはい待って取れたね、違う？かわいい、かわいい。バットみたいに担がないで。いいですかね、私は。はい、じゃあラストは京香ちゃん。はい。かわいい。ね、かわいい。ピンクでね、いい感じ。スクショ。スクショしてくださいね、皆さん。でタグ付けして後で私に送ってください。あ、のポーズどうしよう。あ、こうやって、こうやって、こういうやつ。あ、かわいい。え、かわいい。かわいい。かわいすぎ。あ、いい。これいい。皆さん、スクショ、ここ。今。よりかわいい。めっちゃかわいい。ね、よりかわいい。もっと寄ってください。え、いいね。あ、いいよ。かわいい。いいよ、いいよ、いいよ。かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。寄るほどかわいい。ね。すごい。すごい、ちゃん、近い。めっちゃ近い。やば。釣れてる、かわいい。え、かわいい。かわいいよ。いいですね。え、ちょっと引いてみますか。あー、引いてもかわいい。すぐかわいい。かわいすぎ。かわいすぎ。いい。じゃあ最後にピースしてください。かわいい。何してもかわいい。何してもかわいいね。じゃあ大丈夫かな、皆さん。スクショできましたか？うん。はい。じゃあ京香ちゃん。皆さん今スクショした画像は、ハッシュタグキスバイゲートをつけてガシガシとチュッチュタン。たくさんしちゃってください。かわいい。お願いします。お願いします。さあ、最後になりましたが、まだまだお伝えしたいことがたっぷりあります。お、まずは、ま、今回のグッズをご紹介しましょう。お、はい。お、こちらが、ブロマイドパンフレット、ステッカーです。おすごい。え、ステッカーめっちゃいい。え、かわいい。え、すごい。欲しい。え、欲しいね、これ。全メンバーの欲しい。え、すごい。ね、え、みんなしかもめっちゃかわいい。え、かわいい。かわいい、かわいい。え、めっちゃかわいいよ。お、ちょうど、はい、ちょうど、あ、ちょうど私たちいる。ちょっと私たちだけ、うん、めっちゃいい。めっちゃいい。いいね、いいね。え、これめっちゃ可愛くない？みんな。ね、すぐ売り切れそう。ね、確かに。え、これ絶対みんな持っといた方がいいです。ぜひ。めっちゃ可愛い。ランダムなの？あ、そっか、選べる。ランダムじゃないですか。じゃあ、え、全メンバー可愛いんだけど。ね、漏れちゃうみんな。あ、ランダム。ランダムだ。すいません、ランダムですね。かわいい。誰当たってもいいね、本当。ね、かわいい。めっちゃかわいい。ぜひ皆さん、お願いします。こちらが、ブロマイドです。おー。もうみんな、かわいい。ね、かわいい。え、こんなかわいいブロマイドさ。すごい。いい。なんか AKB の生写真と全然違う、うん、ね、なんか感じがね、感じがなんか雑誌っぽい撮影だったよね、この時って。髪型がね、うん、おしゃれな感じで、うんうん、かわいいな。ね、ステッカー、ブロマイド、パンフレット、うん、でさらに3000円以上お買い上げの方におまけとして、おまけとして特製クリアファイルがプレゼントされます。え、見てください皆さん、これ特製クリアファイル、めっちゃ可愛い。すごい。やばい。
いいね。え、全部可愛いグッズ、うん、今回すごい使えそう、ね、使えそう、うん、学校とか職場とかで、ぜひ使ってください。ね、3000円以上お買い上げの方には、うん、そして今入った情報によりますと、え、毎公演ごとに行われるライブパートは全てセットリストが変わるそうです。え、なんてチームエイトおなじみの楽曲からキスにちなんだあの曲まで一挙大披露、うん、もうなんなら全部見に来てください。すごい、え、すごい、全部、え、全部違うの、全部違います、大丈夫かな、ね、あ、大丈夫かな、ね、ね、でも皆さんが見に来てくれるんだったら頑張りますって、頑張ります、お願いします。ちなみにブロマイドはランダムと個人の2種類あります。うん、おー、なるほど、はい、うん、そうです、すごい。そしてそして、明日からもキスバイエイト特別配信をお届け、うん、その名も稽古場からお届けしまちゅキスバイエイトチュッペーサスペシャルショールーム配信。お、毎回稽古終わりのメンバー3人が汗も拭かずにそのまま稽古場から配信します。時間は稽古が終わり次第、おそらく20時台の配信になると思いますので、皆さんぜひご覧ください。見てね、待ってます、見てください。ということでキスバイエイト見どころ大紹介スペシャルをお送りしてきましたが、うん、皆さんいかがでしたか。はい、なんかチームエイトの8周年記念の舞台だから、うん、なんかチームエイトにとって8って結構なんか大事な数字だから、うん、そうだね、なんか今回の舞台は本当にみんなで力を合わせて頑張って、うん、たくさんの方に見ていただきたいなって思うので、ね、ぜひ皆さんもしよければ見に来ていただきたいです。お願いします、お願いします、うん、はい、ね、じゃあ、じゃあ私はでもすごいあの内容も盛りだくさんだし、うん、いろんな話をね、うん、見れるっていうのはすごいお得だとも思うので、うん、ぜひ皆さん絶対あの1回はね絶対見に来てください。損はさせません、うん、よろしくお願いします。うん、よかった、はい、そうですね、私とレイちゃんは初めての舞台で、うん、お互いに多分すごい緊張してるんですけど、チームエイトのみんなで8周年と、うん、お祝いの舞台なので頑張っていい舞台にできたらなと思っています。そしてグッズもたくさん可愛いのあるので皆さんぜひゲットしてください。お願いします。お願いします。お願いします。チームエイト結成8周年記念公演キスバイエイトは2022年5月13日から22日まで全13公演天王洲劇場天王洲銀河劇場で上演します。チケットは一般販売が4月18日月曜日12時まで受付中です、うん、皆様のご来場心よりお待ちしております。お待ちしてます、お待ちしてます。最後にランキングと、うん、ランキングを発表したいと思います、うん、はい、ランキングかな、うん、見えるかな、あ、もう見えた、13位、13位がゆきひょうさん、ありがとうございます。12位がココさん、ありがとうございます。11位、くっちーにさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ピンクカミオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、くんくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、BPM1883、ありがとうございます。7位、ラクラクさん、ありがとうございます。ありがとうございま す。6位、フォークアットマーク香港のなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、トカチンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、サンキューさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、博多マリカタマンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位がミシちゃんよりナギちゃんにタワープレゼントさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで皆さんありがとうございました、うん、お最後の最後で
1万5000人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。それまた皆さん絶対見に来てください。お願いします。お願いします。さあ、うん、じゃあ見に来てね皆さん。頑張るぞ。イエーイ。バイバーイ。じゃあバイバーイ。